木沢橋は多数の層からなる建築物におけるそれぞれの層である。建築物の層を数える助数詞としても用いられる。多数の層からなる建築物は床、天井、壁で囲まれた層が垂直方向に積み重なって構成されており、その一つ一つの層が木沢橋と呼ばれる。一つの木沢橋は通常、 間仕切りなどで複数の部屋や廊下などに区画されており、上下方向に積み重なる木材橋と木材橋の間は、階段、はしご、エスカレーター、エレベーターなどで接続される。建築物の高さを測る際には、地上から、軒や最後部までの高さと並んで、階数が用いられ、一般に、1から2階建ての建築物は、低層建築物、 3から5階建ての建築物は中層建築物、6階以上の建築物は高層建築物に区分される。通常の木座橋の高さの半分などのレベル差で、木座橋が連続する構成の建築物はスキップフロア、またはステップフロアと呼ばれる。スキップフロアは階と木座橋の間の連続性が高く、回遊性があるため、展示施設などに適する。日本における、 代表例に、東京都中央区銀座のソニービルや、同渋谷区宇田川町の東急ハンズ渋谷店がある。上海のあるビルのエレベーター。意味数である4、13、14階がない。また、地下1階をマイナス1と表記しているが、地上階は1階としており例の木材橋がない。日本を含む東、アジアや北、アメリカ、ロシアなどにおいては、 地面の直上の木座橋を1階と言い,い、そこから上に向かって順に2階、3階と数える。これに対して、ヨーロッパや香港、マカオにおいては、地面の直上の木座橋を地上階と言い,い、そこから上に向かって順に1階、2階と数える。このため、日本の1階は、ヨーロッパでは、地上階、日本の2階は、ヨーロッパでは1階ということになる。なお、前者の地域でも、 一階のことを地上階ということがある。通常は一階上に向かうごとに一ずつ加算していくが、建物によっては、漢字文化圏では4階、42階など、欧米では13階などといった、いわゆる意味数を飛ばすこともある。また、地下に設けられた木座橋は、下に向かって順に、地下1階、地下2階と数え木座橋が一つのみの場合は、地下いとも言う。主に、 ヨーロッパなどでは、エレベータの表示は、地上階を例と表示する場合、マイナス1、マイナス2と負の数で表記することもある。日本などでも、稀に負の数で表示するエレベータもあり、その場合例と表示する木材橋は存在しないこととなる。屋上の階数表記では、上に屋根のない部分を主に使用する場合は、ルーフ、R と表記される。屋上に設けられた建屋を、 主に使用する場合、例えば屋上や1階は、ファーストペントハウスフロア、P1 と表記される。香港やマカオで使われている中国語では、地上階のことを地下と言い、日本で言う地下階のことは、地下という。エレベーター等の略号では、正規の木材橋の間にある木材橋にはミドルを略した M を使う。例えば、1階と2階の間の中2階は、M に、 5階と6階の間のいわば中6階は M61 階と地下1階の間の中地階はメガバイトまたはメガバイト1建物内の正規の最上階と屋上の間の木座橋は MR と表す他にもこの木座橋が駐車場であることを示すために頭に P をつけて P1、P2 のように表したり ホテル等のロービーとなっている木材橋を数字でなく LB と表したり、駅のコンコース街、ホーム街、改札街など数字でもアルファベットでもない語を用いるなどの場合もある。建物が坂など地面の高低差のある場所に立っている場合は、通常なら1階にある家の玄関や建物の出入り口が2階にあったり、 地下界と称する木坂橋が実際には一部地上に出ているなどといった状態が起こり得る。ありがとうございます。